コロナに負けない元気な走りを目指し、全力で楽しむことを誓います。6月5日、豊川市陸上競技場とその周辺のコースで豊川リレーマラソン2022が開催されました。今年はオリンピックのメダリストで女子レスリング元日本代表の浜口京子さんがゲストランナーとして登場、大会を盛り上げました。豊川リレーマラソンは1チーム4人から10人のメンバーでたすきをつなぎ 42.195 キロを走ります。仲間と共に楽しく参加してもらおうとリレーマラソンという形で実施しているそうです。昨年と一昨年は新型コロナウイルスの影響で中止になったことから今年は3年ぶりの開催、今回で12回目を迎えました。大会には県内外から訪れた3歳から75歳までの2000人を超える人たちが参加。1周2キロの周回コースを1人が1周以上走り、次のランナーにたすきをつなぎます。1人で2周以上続けて走ることや、一度走ったランナーが再び走ることもできるそうです。参加した人たちは仲間の声援を受けながらたすきをつなぎ、全力で走り切っていました。大会関係者はこのイベントを通して元気な街豊川を目指していきたいとしています。また会場では飲食などの出店ブースも設けられ人気を集めていました。参加者が力を出し切りたすきをつないだレース、仲間全員でゴールテープを切っていました。前回大会負けてしまったので、今回の大会に向けて努力をしてきて、その努力が報われてとても今嬉しい気持ちです。優勝したぞ。皆さんの頑張る姿、懸命に走る姿を見て私も元気をもらいました。豊川の皆さん、これからもぜひスポーツを通じて心も元気に気持ちも元気に過ごしましょう。豊川の皆さん、気合の中に行きます。せーの、気合だ。おいおいおい、よっしゃー。